はい、ジョジョの感想の後編ですけども、私がね、6部がいいなと思ったのは、やっぱり一つの結末を迎えたっていうことかなと思うんですよ。で、その結末がですね、まあいろんな考えはあると思うんですけども、私はね、いろんな夢落ちとかね、妄想落ちとか、要するに、今までのストーリーは全部夢でしたとか、もうなんか全部ゴアさんにしてね、強制的に終わりましたみたいな形の中で、最も納得感のある、そんなね、エンディングだったと思うんですよ。まあ私たちの大好きなね、ジョー太郎が、もう敵に打ち破れて死んでいく様。今まで何回もね、ジョー太郎は危機に瀕したり、死んだんじゃないかなって思われたりした時があったんですけども、もう余裕で、全然危機を切り抜けていた、そのジョー太郎でも叶わない。で、ジョリーンも叶わない。もう主人公みんなやられちゃったみたいなね。でもその中でもたくさんの人の思いが一つになって、時代を超えて、世代を超えて、プッチ神父をね、打ち倒して、私たちのこの宇宙がね、世の中が次のネクストターンに変わるところに繋いでもらったというのがね、なんかまさにジョナサン・ジョースターから始まったそのストーリー全部が、ここに繋がっていたんだなって、本当に非常にね、なんか思わせるエンディング、ラストシーンだったかなと思うんですよ。で、最終的な一コマにはちょっと希望があったかなっていうところもあるんですよね。それぞれに前の世代と似たキャラクターが次の世界に似たようなストーリーを作り出すために旅立っていく、車で去っていくっていうところがね、なんかこう今までのジョジョのストーリー全部をね、思い出させて、ディオとの因縁の始まりから、それから暗黒の後悔、そして、セペリさんのね、膝立ちからのジャンプ、それからジョセフ・ジョースターのトリッキーなところとか、宇宙に打ち出されたカーズとかね、エジプトに旅した50日間とか、本当になんか森王朝のストーリーとか、ディオのゴールドエクスペリエンスですか、あそこのジッパーとの戦いとかね、なんかギャングスターとか、なんか全部が全部こう感無量だなっていうところだったですね。私はね、ジョジョ立ちっていうのが、まだまだそんなにムーブメントになっていない頃、ジョジョの奇妙な冒険のファンサイト、鬼教官っていう人のやってるファンサイトで、いろんなジョジョのね、こう、特徴的な、ビタ止めシーンを、ジョジョ立ちと名付けて、小さなところからスタートして、なんか、ジョジョ運動会みたいなのを開催したりとかね、そういうのを見ながらやってきた、私もファンとしてやってきたんですけども、なんか本当になんかうまくまとめきらないんですけども、この思いは、なんか我々の宇宙もこういうふうに始まって終わるのかなみたいなね、ことを考えさせましたね。こう宇宙が一巡するっていう、なんか結局元に戻る、でも元に戻ったその宇宙の一巡した形っていうのは、同じものが一巡したんではなくて、若干ちょっとこう違う感じになってきて、で、徐々にこうね、螺旋のように紡いでいくっていうそのストーリー。それで新しい、そのジョジョの世界の、その行く末には、ジョジョリオンみたいな世界もあったりとかしてね。荒木宏彦さん、すごいな、もうすぐ還暦なんですよ。若いですよね。で、なんか手塚治虫大先生にね、この作品面白いねと言わしめた荒木宏彦さんの、入選作、そっからね、やっぱこう注目してきて、私もファンの一人としてこんなに嬉しいことはないかなと思ったわけなんですよね。まあ本当にあんまりうまくまとめきらないんですけどもね。で、まあキャラクターとしてはね、ジョセフ・ジョースターもすごく好きなんですよね。ちょっとひょうきんな感じとかね。でもやっぱり絶対の安心感、そしてずぶとさ、リーダーシップ、さまざまな魅力を勘案すると、ジョー太郎っていうキャラクターがまさにジョジョの奇妙な冒険の第1部から第6部をまとめるにふさわしい主人公なんじゃないかなと思いますね。まあ本当になんかこう友達になりたいタイプとしてはジョナサン・ジョースターなんですけど、私はね、はい、そんな感じですかね、私のジョジョの奇妙な感想でございました。またこういう風な形でもね、コミュニケーション取れればと思っております。失礼します。